はい、ということで今回はこのシャイボーイというゲームをやっていきたいと思います。はい、それじゃあスタート。一応これはね、脱出ゲーム、グローバルギアさんのアプリやけん、前までも何回もやったことある会社のアプリです。転校生の挨拶。先生美人さん。そう、遊び方1、いろんな場所をタッチして調べてみよう。ふんふん。あ、もうこれ始まっとる感じ？ほ。何も調べれんやないか。え、こんなに調べれんとかある？こっち。あ、こういうこと？ドアと一緒に。じゃあ、現れて。シャイボーイ。出てきたけど。なんかこんなシーンとした中出てくるの嫌やな。でも転校生ってさ、ちょっとなんかヒーロー的な感じあることない？何これ。あ、アイテムゲット。チョーク。チョークで黒板に書くの好きやった私。遊び方に、アイテムは使いたい場所までスワイプ。使いたい場所までスワイプ。これでなんか、え、持つ。自分の名前を書く。え、自分で書かされるの嫌やな。シャイボーイっていう名前なんや。なるほどね。そのまんまなんやね。先生が書いてくれるんじゃない。あ、ここからオープニング。あ、なるほど、そういう感じ。2回スタートがあるんやね。はい、スタート。ん？あ、今ので1話終わり。第1話 Don't be shy。 Don't be shy。 なるほど。あ、これ左上にあるゆる脱出シリーズ、これ前にやったやつよね、確か。はい、それじゃあ第2話。初めての友達。シャイボーイどっち？右側？え、メガネかけてなかったことない。あ、この二人が友達ってことか。はい。あ、なるほどね。隣の席の。目あったけんって。なにこれ？心の声とかあるよ。男の子じゃない。隣の子とおしゃべりしたいけどきっかけが。あ、これヒントってこと？え、なになになに？動くん？え、そういう感じ？え、時間経過？時間経過あるんこれ、マジか。リトライ。びっくりするんやけど、きっかけ。消しゴムが落ちる。そしてそれを、拾ってあげるんだ。はい、どうぞ。こんな挙動不審な感じ、やだ。やだ。え、なにこっち側に来たんやけど、この子。どうした？あ、クリアなんや。なるほどね。大変よくできました。ってことで第3話。女の子、初めてのときめき。いいね、いいね。なんか、左後ろに、ちょっと目立つものがあるけど、何あれ？雑誌？アイテムゲット。漫画。あ、どういう状態かと思った。この漫画をきっかけにする？女の子は女の子で別のものを読み寄るけど。あ、これ授業中？え、これ授業中？授業中に漫画読んじゃないかんやん。あ、教科書を忘れたっていうか、教科書が違うけん見せてってことかな。え、ちょっと待って。え、なんか離れたんやけど。どういうこと？また同じパターン。てか、椅子倒れたけど。大丈夫か。え、失敗。これはどうなったら成功？え、ちょっと待って、これは、え、ん、え、これ、あ、これか。森の話。何、森の話って。国語の教科書これが、もしかして。はい。あれ？あ、やっぱり普通に休み時間？そっか、休み時間でも漫画読んじゃいかんよね。漫画持ってきちゃいかんよね、学校に。そういうことか。なるほど。はい、第4話。調和を乱すもの。あれ？リコーダー持ってなくない？え、どうしたどうした？リコーダーはね。
ゴー。え、違う、いかん。え、これは周りがソプラノリコーダーやのに自分だけアルトリコーダーってこと？よろしくないな。それは音が全然違うぞ。え、ちょっと待って。これはみんなと一緒に合奏したいけど楽器間違えたかな。え、じゃあどうすればいいんこれ。リコーダー貸してってわけにはいかんし。え？どうすればいいんすか？こういう場合。え、なんもできんくない？他にできるようなことあるの？リコーダーを取り出す。でも、え、なにこれどういうこと？え、なんか取れた。中へ。なんでそんな状態にしとった？意味がわからんねやけど。え、なんで二重にして持ってきとったん？どういう状態な？何の音楽かもよくわからんけど、オリジナルの音楽かな。とりあえずクリアっぽい。はい、それじゃあ第5話。優しさの勇気。電車で席を譲るってことか。なんか上にめっちゃ風呂敷みたいな。え、優しさの勇気、こっちじゃない？え、違う？ゴー。お席どうぞ。え、ムッキムキ。やば、超ムッキムキ。え、失敗？え、でもいいやん。親切やし、別に怒られたわけでもないし。もしかしてこのおばさまが、妊婦さんとかそういう。でもこういう体型の人でちょっとわかりづらいやんか。なんかただ単にね、ふくよかな人とかやったら。あー、ほら。ほら。でもみんな怒らんけん。ね。え、あ、ん？荷物が多い人？この人に座りますか？と声を。え、断られたよ。え、めっちゃ普通に断られたけど。待って。心の声は何？席を譲るのやってみたいけど断られたら気まずいよね。あ、じゃあ、断らん人に行くってこと？いや、としたら、この男子高校生みたいなのはきっと、遠慮なく座る気がする。あ、え、どうしたらいいん？え、全員ダメやったよ。片っ端からやってけどダメやったんやけど。え、どうしたらいいんこれ。え、他におらんくない？え、席どうぞ。え、ちょっと待って、どういう。あ、荷物が落ちた。戻した。こっちはずっといらしよったらなんか、ならんな。この荷物、別にならん。こっちも別に何もならん。もう一回、落とす。もう一回落とす。何回でも落とす。関係なさそう。なんだ？え、どうすればいいんだこれは。え、何が正解なのこれ。正解なくない？この横の荷物は押せんし。あれ、カバンゲットした。え、カバンゲットしたけど何？上に乗せる。あ、押された。あ、戻せんくなったってこと？あ、これでプルプルしとるお兄さんに声をかける。足がプルプルしてない？めっちゃ。あ、この子の手もプルプルしてたわ。あ、なるほど、そういうこと。え、でもさ、なんか音楽聴きよる男の子は、自分の荷物どこ行ったか把握できてないやのに大丈夫。気づいたら上にあるっていう。はい、それじゃあ第6話。謝りたいのに。え、謝れないの？謝りたいけど怖いってことか。え、もうほら、なんか鬼人やん。やばいやん。この表札の名字。
絶対これあれよ、雷親父とか出てくるパターンのやつ。お、これは紅茶？コーヒーかな。ゲットした。はぁ、めっちゃ怒ってる。どうするよこれ、渡す？いや、飲んだけんってね、何って感じよね。飲んだけんって別に返す。あ、ここになんかヘビおるくない？え、違う、ヘビじゃないこれ。でもなんかめっちゃ動きおる。猫やった。猫やった。可愛い方やった。あ、癒され。いや、癒されたけんって怒りは収まらんよね。この子に対しての。この辺からネズミ出てきたりとかせんのか。え？なんだ？もうなんかできることはやったような気が。バット。バットを持たないの。持たない。こっち？え、どうするんこれ。え、なんか、え、より一層ひどいことになったけど。え、行くの？ゴー、ゴーなのこれ。無理じゃね？ですよね。確実に、確実に失敗よね。え？どうは？え、なんだ？どうすればいいんだこれは。あ、なんかポケットの中入っとる。飴？飴でどうするんだ？あ、飴をどうするんだ？食べる？あ、食べた。え、飴を食べたから何？あ、紅茶でも飲む。はい。飲んだから何？え？何もならねえ。猫。今、ゴー。無理じゃない？普通に怒られて終わりそう。だってまだ怒っとるもん、これ。あ、泣いた。めっちゃ泣いた。何？今の怒られよったん？え？え、ってこと、え、どんな、どうするんだ、これで。とりあえず、バットゲットしといて、開ける前に猫を通す。あれ、通らない。あ、もしかしてこれあれじゃない？窓ガラスが割れたの猫のせいにするんじゃない？え、できんかった。え、できんかったよ。どうするんですか？とりあえず飴玉。紅茶も取っとく。え、で、とりあえず紅茶渡して飲む。ちょっと落ち着く。で、飴渡す。食べる。え、あれ、飴で収まった？マジで？オッケーなのそれで。なんで飴で機嫌収まるとかどんだけなの。窓ガラス割られたんよ。絶対、いいよいいよそんなのもう、とはならんやろ。ちょっとよくわからない。基準がわからない。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。